アメリカ特殊作戦軍は、アメリカ合衆国の統合軍の一つであり、陸軍、海軍、空軍、海兵隊の特殊作戦部隊を統合を指揮している。アメリカ軍の機能別統合軍のうちの一つで、全軍における特殊作戦を担当。初代司令官のジェームズ・エルリンゼー陸軍大将は、特殊作戦軍の主要な役割として、以下の7項目を策定している。 1980年4月24日、イランにおける、米人質救出作戦イーグルクロー作戦が、失敗に終わり、アメリカの威信は傷つけられ、政府に対する国民の信頼は失墜した。ベトナム戦争終結以降、アメリカ軍の特殊作戦兵力は削減され続け、特殊作戦部隊と在来戦部隊との圧力、特殊作戦に対する予算削減なども手伝って、 アメリカの特殊作戦能力は著しく衰退しており、これが作戦失敗の根本要因となった。この出来事を受けて国防総省では調査委員会を組織し、その委員長に元海軍作戦本部長のジェームズ・エル・ホロウェイ退役大将を任命。調査委員会の結論をもとに国防総省には対テロ統合タスクフォースと特殊作戦諮問委員会が設置された。 1983年まで連邦議会で特殊作戦部隊改革の必要性を訴える声は小さかったが、それは徐々に大きなものに変わっていき、同年6月、バリーゴールドウォーター上院議員を委員長とする上院軍事委員会は特殊作戦部隊を含む国防能力に関する研究に着手した。また、同年10月に起きた2つの出来事により、 変化の必要性がさらに明白になった。グレナダ侵攻作戦の最中に、レバノンで起こった自爆テロでは237名の海兵隊員の命が失われ、さらに侵攻作戦における指揮統制の問題ともあい、待って、上院軍事委員会は増大する小規模紛争の脅威とそれに対処する部隊の統合運用問題に着目し、研究の焦点を絞った。 1984年1月1日、国防総省は連邦議会で高まりつつある懸念を受けて、統合特殊作戦局を設置した。しかし、同局の活動は、特殊作戦の計画立案や、部隊運用などについての助言を、統合参謀本部に与えることに限定されており、直接的な指揮権限を付与されていなかったため、有効な解決策にはなり得なかった。その頃、 国防総省には特殊作戦部隊の熱心な支持者が数名おり、中でも当時の国際安全保障問題担当国防長官補だ、タノエルコックと彼の首席代理であったリン・ライランダーは特殊作戦部隊の改革を強く支持していた。時を同じくして連邦議会にも特殊作戦部隊の徹底的な整備を唱える人物が数名いた。 上院軍事委員会のメンバーだったサムナン、上院議員とウィリアム公園上院議員、そして、下院軍事委員会の即応省委員長だった、ダン・ダニエル下院議員らが、その代表である。特にダニエル下院議員は、軍上層部は、特殊作戦に関心がなく、この分野での能力は、二流以下で、特殊作戦部隊の指揮統制は、根強い問題だと強く非難。そしてン 公園の両上院議員もまた将来起こりうる脅威に対する国防総省の備えが十分ではないことを強く感じていた。南上院議員は本来特殊作戦部隊の発展のために当てられるはずだった予算がそれ以外のことに使われている現状に大きな不満を示し公園上院議員は小規模紛争に対処するための特殊作戦における明確な中心的組織と指揮。 命令系統が必要であると提唱した。1985年10月、上院軍事委員会は国防組織変化の必要性と名付けられた研究結果を発表。その主な著者であるジェームズ・ R ・ロッカー3は過去の特殊作戦を調査し、将来起こり得る可能性の高い脅威について考察を行っている。そしてこの文書の影響により、 ゴールドウォーター・ニコルズ国防総省再編法が制定された。1986年5月15日、南、公園の両上院議員とダニエル会議員らは特殊作戦部隊の改革に関する法案を上下両院へ提出。それは国防総省内に全軍の特殊作戦部隊を担当する統合組織と 小規模紛争及び特殊作戦のための十分な予算配分と政策調整を行うオフィスの設置を要求するものだった。また、ダニエルカイン議員の提案はさらに極端なもので、統合参謀本部を経ることなく、国防長官に直接報告可能な文官指揮を取る国家特殊作戦局の設置と特殊作戦部隊専用の独立予算の確保を要求するものだった。 そして、同年の夏に、連邦議会はこれらの法案に対する公聴会を開催した。当時の統合参謀本部議長だった、ウィリアムクロウ海軍大将はこれらの法案に反対する、要国防総省へ働きかけ、それと同時に大対案として、中将の指揮する、新しい特殊作戦部隊コマンドの創設を提案した。しかし、この提案は、 受け入れられず、連邦議会は、特殊作戦部隊が、より強い影響力を行使できる、要司令官には対象を当てるべきだと主張し、何名かの退役軍人や、その他の人物が改革の必要性を支持する証言を、行った。特に、リチャード・ A ・ショルツ退役陸軍少将の証言は、特殊作戦部隊改革の大きな必然性を表す、ものだった。ショルツ少将は、 グレナダ進行作戦で統合特殊作戦タスクフォース司令官を務めており、その際に在来線部隊の司令官が特殊作戦部隊について正しく理解していなかった結果、大きな損害を受けたことを説明した。その後、特殊作戦部隊の改革に関する法案は上下両院を通過し、調停のために両院協議会へ送られた。そしていくつかの修正が加えられた末、 この法案は正式に可決された。法案の主要な柱となったのは以下の4点である。特に司令官の階級を対象にしたことと特殊作戦、小規模紛争担当国防長官補の設置、そして独自の予算確保が可能になったことによって特殊作戦部隊はこれまでに考えられなかったような強い発言権を得ることができた。しかし、 特殊作戦軍の創設に際して重大な問題が浮上した。それはこの新たな組織のための基地や人員をどうするのかということである。最も簡単な解決策としては、それまで米軍の即応兵力を統括していた即応コマンドを解体し、その基地や人員をそのまま特殊作戦軍に当てるというものであった。当時の即応コマンド司令官だった。 ジェームズ・エルリン税陸軍大将はそれを承認し、これを受けた、黒統合参謀本部議長は1987年1月23日、キャスパー・ワインバーガー国防長官に対して、特殊作戦軍に基地と人員を提供するため、即応コマンドを解体すべきであるとの意見書を提出した。その意見は即座に受け入れられ、1987年4月13日、ロナルド・レーガン大統領は、 特殊作戦軍の創設を承認し、国防総省は同年4月16日をもって特殊作戦軍を指導させた。初代司令官には即応コマンド司令官だった林勢、大将が指名され、連邦議会は満場一致で彼を承認した。林勢大将は空挺部隊や特殊部隊での勤務経験が豊富で、まさにうってつけの人物だったと言える。 そして2ヶ月後の6月1日には、創設式典が催され、特殊作戦軍の存在が公式に世間に知れ渡ることとなった。当初の特殊作戦軍には、他の組織と同様に、司令官、副司令官、参謀長のいわゆる三役のもとに、J-1、J-2、J-3、J-4、J-5、J-6、J-7、 J-8、J-9 などの爆量機能が置かれていたが、5代目、司令官となったピーターシューメーカー陸軍大将の元で1998年頃から司令部機能の効率化が図られるようになり、従来の爆量機能を発展的解消していくつかのセンターが作られた。J-1 は参謀長がセンター長を兼任する指揮支援センターへ、J-3 と J-5 と J-9 が統合されて、作戦計画、制作センターへ、J、J-2 と J-6 が統合されて、情報、情報作戦センターへ、J、J-7 と J-8 が統合されて、戦力構成、要求、資源、戦略評価センターへ、J、J-4 が、調達、平坦センターへと、それぞれ再編成された。2003年には、 さらなる効率化が図られ、作戦計画、制作センターから、制作部、訓練部、即応部が抽出されて、制作、訓練、即応センターになり、作戦計画、制作センターは、純粋に作戦だけを担当する、特殊作戦センターへと改変された。2004年末には、特殊作戦センター、情報、情報作戦センター、制作、訓練、 即応センターの3個が統合されて、より大規模な特殊作戦センターへ再編され、加えて新たに、ネットワーク通信センター、知識、将来性、センター、財務管理センターが作られた。司令官代理は2010年から設置された。US ソカム本部がある、マクディール空軍基地ではなく、ワシントン DC の国防総省内にオフィスを構え、US ソカムの代表として、 米政府及び国防総省との連絡調整役を果たしている。ありがとうございます。